クリーパーを探せ。これから表示する画像の中にクリーパーがいくついるかを見つけてください。正解だと思う数をコメントに記入しましょう。最初の正解を2連続勝ち取るとリクエスト優先権をプレゼントします。11月から12月まで多忙のため、この期間中のオープニングがレバ刺しの時はこれが常に発動します。それではどうぞ。リピーターを使った演奏回路を作りましょう。最初にブロックを置いてボタンをつけ、リピーター、レッドストーンの順番で並べます。左にレッドストーンを10個置きます。レッドストーンの左端と真ん中から上に向かって3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックは4個ごとに種類を変えます。回路を追加する場合は右にレッドストーンを10個置き、右端からも3クリックリピーターとブロックを交互に置きます。ブロックの右にレッドストーンを置き、0クリックリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がないところは別のブロックを置きます。音ブロックは数字の量だけクリックします。色は音ブロックの地面の種類を表しています。白は石ブロック、黄色は砂ブロック、明るい水色はガラスブロック、暗い水色は骨ブロック、明るいオレンジは木ブロック、暗いオレンジはウールブロック、明るいピンクは金ブロック、暗いピンクは氷塊ブロック、明るい緑は草ブロック、暗い緑は粘土ブロックです。楽器が少ない場合は白、黄色、明るい水色、明るいオレンジはそのままで、残りは草ブロックで代用します。最後にボタンを押すと演奏が始まります。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってください。マインクラフトで音ブロックが作れると自慢できます。ぜひ作ってみてください。リクエストしたい方は動画の概要欄のルールを確認しましょう。本日の担当はレバ刺しでした。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。